どうもしゅんです。こんにちは。どうも しみげんです。どうもりんたろです。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、ということでですね、今回あのボヤイズさんの方のチャンネルの撮影動向をさせていただいたんですけども、そのずうずうしいお願いで最後の5分間動画撮影をさせていただいております。俺ずっとさ、その5分間の間、はい、そういうチャンネルではないの。以前シミケンさんにもおやじさんにも出演していただいて、はい、今回2回目3回目の出演なんですけども、この間シミケンさんと出させていただいたのが70万回って、で合計で100万回を超えたっていうので、すごいありがとうございます。じゃあ、ってことですね。はい、ちょっと使えないかもしれないですけど使えないかもしれないけど、そういうことで、で今回はですね、お二人に、モテる秘訣を聞こうということで、トークテーマということでさせていただこうかなっていうふうに思ってまして、僕全然モテないんですよね。女性からもそうですし、多くの人に。で、就活系の今動画を出してて、やっぱ今日面接官の人に言われたのは、また会いたいって思ってもらえる人が採用されるっていうふうに言ってて、また会いたいなって思われるような人になりたいなって思ってて、お二人に秘訣をお伺いしたいなって思って、今回動画を出してました。よしよし、じゃあそれちょっとあのヤフー知恵袋に聞いてみましょう。意見で、何でしたっけ？ヤフー知恵袋すごいの、なんでもこんな感じ。ヤフー知恵袋じゃない集合地ですね、集合地。ヤフーは、まあ、確かにすごいんですけども、しみけんさんのご意見をお聞きしたいなっていうふうに思ってます。あ、そう？はい、ありがとうございます。僕ですか？僕はもう、まあ、異性にモテるためにじゃないんですけど、はい、同性にモテるやつは、はい、結構異性にも必然的にモテてる。僕の場合だったらやっぱりそれ大事にしてるんですけど、どちらかというと、はい、女性にモテたいっていう欲よりかは、要は同性の後輩たちとかに人としてモテたいっていう願望。はい、はい、どうやったら同性にモテるんですか？あ、でもやっぱりその先輩がこう一番チャレンジしてる姿を見せるとか、あとやっぱりどこまで行っても面倒見がいい、はい、ご飯連れていくとかも含めて、器がでかい人がモテるっていう、まあ、やっぱりその、はい、どういう人が器でかいっていう人なんですか？確かに器がでかい人って、要はどんな角度から来られてもまずドンと受け止める、うん、なんかこう度量というか、確かにそうだよね、否定から入らない。ああ、なるほどね。確かに親父さんと普段関わらせていただいて、器がでかいなって思うシーンがいくつかあって、その中でもやっぱ人に対してまず与えることから始めるっていう、あ、そうだね、すごいかっこいいし器がでかいなって思ってて、例えばこのチャンネルもそうですし、シミケンさんを紹介していただいたのも親父さんですし、自分に対してあんまりメリットがないことに対しても長期スパンで投資をしてくださるっていうところがすごい器でかいなっていうふうに。なんでそれをやってるか分かるっていうのを1個説明したいんですけど、後輩は金の卵だと思ってます。金玉金玉か、金玉か、金玉か、その人が成長して僕の老後のお世話してくれるんじゃないかっていう、おぼろげないこうイメージの中、後輩と接してるんですけど、先輩ってどちらかというとやっぱりどん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 生きていく、減っていくんですよね、おそらく。あ、なるほど。だから後輩は増えていく方なんで、その後輩を大事にするっていうのは、まあ単純に理論的にはそういう考え方です。還元していく、与えられたものを下に。そうですね、あとやっぱりなんかやっぱいい先輩にお世話になったんで、そのもらったものを下にペイフォワードしていく。素晴らしい。それはやっぱモテますよね。いい先輩に恵まれてる。はい、そうですね。ありがたいです。シミケンさんはモテる秘訣ございますか？いっぱいあると思うんですけども、また会いたいなって思わせるってことでしたもんね。なんかいつも楽しそう。確かに人が人に与えられるなんかプレゼントって限られてて、例えばなんか誕生日物買ってあげるとか、なんかその場限りではグロって嬉しいんだけど、はい、ちょっとするとなだらかになるんだよ。でちょっとこの前誕生日プレゼントくれたから今回もくれるかなって、くれないとなんだよって言ったら、何もないとも急にマイナスにいかれたりとかして、だったら人が与えるんであれば、はい、僕は自分の子供たちがやってるんだけど、はい、最大のプレゼントはもう上機嫌と知恵だから、最大のプレゼントはもう上機嫌と知恵だから。なるほど、なるほど、めっちゃ勉強。確かに、だから絶対に減らないですもんね。そう、知恵って、はい、あ、炭酸飲料とかこれこう、はいはい、振ると、はい、パッてプシュッてなる。ああ、あれプシュッてなる瞬間、ここにグッて力入れるとプシュッなくなるんですよ。
知らなかった。知らないじゃん。はい、知恵だ。知恵じゃん。はい、とかね、なんかそういうなんかあへーっていうことをなんか教えてくれる人とか、はい、いつもニコニコして楽しそうな人ってやっぱり人は集まるし。もう最後の質問なんですけども、誰かに告白する際に、うん、結構緊張するんですよね、僕、うん、心臓が飛び出そうになりません？そういう時にお二人がどういった告白をされているのかなっていうふうにお聞きしたくてです。うわ、それはちょっとこれね、面白いな。でも告白か、はい、結構ね、告白一か八か系の告白だよね、はい、もう要は相手が OK って言ってくれたろうって分かっていない告白です。いない告白です。うわ、やっぱりやっぱシチュエーション大事だし、あとは、まあ、相手のタイミングを本当に要は様子を見ながら、なんかこうちょうどいいタイミングを見計らうことはすごくまず大前提大事で、自分のタイミングで行きがちなんですよ、恋愛って、はい、かる。そう、相手が例えば今心境的に心が晴れてるのか曇ってるのか、曇ってる時告白しても多分成功確率が、ね、下がると思うんですよ。例えば相手が生理中だったりとか機嫌が悪くなるでしょうか、ちょっと待ってるとか。なるほど、うん、でかつちゃんともう僕の場合はもう本当になんていうのかな、まあ、球速165キロの直球しか投げれないんで、うん、もう本当にもうストレートにどれだけ好きかってことと、はい、愛してるとか普通に言っちゃう。うわー、かっこいいな。愛してるって言葉僕発したことないです、女性に。あとやっぱ絶対に大事なのは目を見て言う。あ、もうそれはもう大前提。もう大前提だ。もう目を見るってなんか自信の表れだから。真剣、人と話してる時って、ね、そういう人いるの今？今、そうですね、僕すぐ人を好きになれるので。なるので、いいことだ、それは。はい、何人かいます。何人かいます。それもいいかも。はい、あのね、それは僕恋愛相談その元で受けるのは、はい、ちょっと好きな子がいると、はい、で、一回告白して振られました、でもまだ諦めたくない、どうしたらいいですかっていう質問を受けるんだけど、はい、お前それね、一人好きになりすぎて相手が重荷になってるから、はいはい、その好きのリスクヘッジとして分散させろと、はいはい、で5人同時に好きになったら1人ずつ薄れていくから。なるほど。いやいや、その好きな子に、はい、成功させたい。成功させたいです。成功させたいんだったら、はい、しゅんくんが、はい、そうだね、周りの人からもうモテてる姿を見せる。あー、もうよくある、あの金魚の実験してる？金魚の実験。金魚ってあの水槽の中に仕切り板を入れてる、はい、言ったじゃん。はい、金魚の、ね、水槽、彫刻の水槽に仕切り板して、真ん中にイケメン、あ、メスの金魚入れるの、はい、で、イケメン金魚とブサイク金魚入れる。で、ブサイク金魚の中にメスも1匹入れてるんですよ、はい、で、要するに常にこの3つ分かれた状態で、この真ん中の金魚は両方見れる状態。はいはいはい。で、ブサイク金魚はいつもね、メス金魚とかイチャイチャしてるんですよ、うん、で、イケメン金魚は1人、うん、仕切り板取った時にこの真ん中の金魚、メス金魚はどっち引くかって言ってモテてるんですよ。あー、面白い。だからみんなが好きな人はもう好きな人も好きっていう。そう。あー、確かにな。本質だな。本質だな。だからもうそれはもう、しゅんくんは、はい、SNS やってんだから、はい、どんどん発信してて、自分インフルエンサーになって、はい、企業とかいっぱい話してきて、はい、人から、あ、しゅんさんですよねって言われるようになったら、もうその子との多分付き合い。確かに。じゃあ今の活動頑張るしかないよ。いや、本当そうです。そういうことだね。頑張ります。で、目を見て愛してます。価値が見えました。じゃあちょっといい報告が次回できるように頑張ります。はい、はいはい、ということで今日の動画終わりです。わやせさんのチャンネルと、あの、しみけさんのツイッターは下の概要欄に貼るので、あ、ありがとうございます。よかったらフォローお願いします。はい、お願いします。よろしくお願いします。ということで今日の動画終わりです。ぜひチャンネル登録お願いします。はい、じゃあな。じゃあな。ありがとうございました。いやいや、これ、ね、楽しいですね。これまたちょっとバージョン2、はい、シーズン2、シーズン3は行きたいな。すいません、一生のお願いなんですけど、あの5分だけ、あの、おさ3人で話すシーンを撮らせていただいてもいいですかね。僕のチャンネルで。それはあの旬 TV で。旬 TV で。もういいですか。ありがとうございます。ビジネスパーソン、はい、うん、全てを笑い話にしてください。素敵です。
かな。その心は。いや、全部笑い話にするんだったら人はついてきますから。ああ、なるほど。人ってね、はいはい、笑顔のところに集まる。